トロフィムデニッソビチ・ルイセンコは、ウクライナ出身のソビエト連邦の生物学者で、農学者。ロシアの演芸家で、生物学者であった、ミチューリンの後輩理論を支持し、メンデル遺伝学を排斥した。またそれらを、疑似科学運動に適応し、ルイセン工学説と名付けた。ミチューリン主義農法の創立及び主要な指導者で、ソ連科学アカデミー、ウクライナ国立アカデミー、 全ソ連農業アカデミーを歴任した共産党員であった。ウクライナのポルタバ地方カルロフカ・コンスタンチノグラートで中農の子として生まれ義務教育を終えた後、キエフ園芸専門学校に入り1925年に卒業するとキロババードの育種試験場に赴任した。ここで植物の発生の研究を行い、1929年には、 オデッサの選択遺伝研究所に展示た。ここでの活動で主張した独自の遺伝学説は、スターリンに支持され急激に勢力を獲得していく。1936年からは所長を務め正当派の遺伝学者との間には、激しい論争を戦わせるが1939年にソ連科学アカデミー会員となり、同年の討論会で決定的な勝利を得た。 1940年からソ連科学アカデミー遺伝学研究所所長を1965年まで務め、敗れた正統廃遺伝学者たちは逮捕、追放されるか転向を余儀なくされた。こうして彼が提唱し実践された農法はソ連農業を荒廃させたが、その実情は隠蔽された。類ンコによる反遺伝学キャンペーンは、 スターリン批判に伴って、下火となったものの、ルイセンコは巻き返しを図り、フルシチョフを取り込むことに成功する。フルシチョフの解任後、1965年に、ルイセンコは科学アカデミーの遺伝学研究所所長のポストを失う。にもかかわらず、遺伝学研究所で研究室を率いることを許されており、彼の言葉と手法、アイデアを理解していた。 ソ連の集団農場において彼の人気は不動のものだった。ルイセンコは1976年、モスクワにて死去、クンツェボボッチに埋葬された。その生涯で社会主義労働者英雄勲章、レーニン勲章を8回受賞、スターリン賞を3度受賞した。農学者としてルイセンコはいくつかの農法を提唱及び奨励した。ルイセンコのほとんどの農法は、 ソ連で広く導入されている最中でさえ、コンスタンティノフ、リュビシェフ、リシチン、その他に批判された。ヤロビザーツや処理自体は、一定の品種について、有効な場合があることが認められ、バーナリゼーションとして一般化され、園芸用語の一つとなっている。また、ミチューリンの育種法の中で推進された、混合花粉受粉法、栄養次期雑種法は、 積極的な意味を持つものとして捉えられ、現在でも無視できない農業技術として知られている。類戦庫にことを唱える科学者たちは、農学技術上の理論的欠点を指摘し、彼が科学の一般的な手法に従っていないと批判した。いくつかの手法は類戦庫よりずっと前に知られていたが、期待した成果を上げられずに捨れたものだった。植物省の発展の理論では、 ルイセンコの名前は遺伝学の学者やミチーリン遺伝学を認めない者たちに対する迫害と関係づけられた。オリガ・レペシンスカヤの新しい細胞は細胞の構造を持たない生きる物質からも形成されるという理論を指示したが、それは後に生物学的に非科学的であるとみなされるようになった。イギリス、アメリカではその学説、脳法は批判された国でも、 同様だったが、第二次世界大戦後の中国、北朝鮮では農業に採用された大な被害を出した。日本では、戦後紹介され賛成派と反対派の間で、類戦コロン層を引き起こしたが、農業技術の発展による作物の増収によって、成果が不確実なヤロビ農法は相手にされなくなった、こと、高度経済成長による利農者の増加で1954年を、 境にして忘れ去られていった。言語学においても、ニコライ・マルのヤフェと理論が大きな影響を与えるような、スターリン時代のソビエトの風潮の中で、メンデル遺伝学を否定し、ネオラマル・キズム論の立場を取るミチューリンの理論を発展させ、独自の進化論を述べたルイセンに、真っ向から反対したニコライ・バビロフは、1940年に、ブルジョア的エセ科学者として、解釈、逮捕され、 1943年に栄養失調のため告示した。1962年、ノーベル財団が、ジェームス・ワトソン及び、フランシス・クリック、モーリス・ウィルキンスの共同論文、拡散の分子構造及び生体における、情報伝達に対するその意義の発見に、体質生理学、医学賞を授与。 DNA の構造や機能が解明されていくにつれ、類戦工学説の支持者はいなくなっていった。1964年、物理学者、アンドレイ・サハロフは科学アカデミーの総会で、類戦工をこわだかに非難した。彼には、ソビエト連邦の生物学、中でも特に伝学のはずべき、更新性、疑似科学的な見解の普及、冒険主義、多くの純粋な科学者たちに対する抽象、 解雇、拘束、さらにはその死までについての責任がある。作家ソルジェニーツィンは、1973年からフランスで出版した、ルポルタージュ、収容所群島でこのように告発している。1934年、プスコフの農業技師たちは、雪の上に、朝の種子を撒いた。類ンコの命じた通り性格にやったのだ。種子は水分を吸収して膨れ、カビが生え出し、 すべてダメになってしまった。広い高地が一年間空地のままに置かれた。ルイセンコは雪が不能だと言って避難することも自分がバカだとも言うわけにいかなかった。彼は農業技師たちが不能で彼の技術を歪曲したと非難した。こうして農業技師たちはシベリア行きとなった。収容所、群島一ソルジェニーツンチョ、木村博役、東京ブッキング2006年。 P89 から90他に、生物学者、ジョレス・メドベージェフ・アライズ・アンド、フォール・オブ・トロフィム・ D ・ライセンコを表し、1969年に、コロンビア大学出版局から英語で出版された。日本語訳は、類戦工学説の工房として出版されている。ありがとうございます。